皆さん、こんにちは。金曜日の夕方、マーケットスピード2の RSS がリリースされ、今日が実際に株の値動きがある中、RSS の挙動を確認できる最初の日となります。本日はチャートの関数を確認します。過去のチャートや移動平均線の機能もありますが、普通のチャート情報を確認します。この関数の式は RSS チャートとなっていました。 ここでは銘柄コードは直接入力ではなくセル参照を選択します。足首シシはディックを選択し、手っ取り早く確認します。取得項目は一つだけ選択できるだけでなく、複数まとめて選択することができます。今までの RSS の関数は一つのセルに対し、一つの関数を入力していました。 この新しい RSS の関数は一つのセルに関数を入力すると複数のセルに値が表示されます。値を選択して確認しても式ではなく数値だったので、そういうものと考えて作業をします。複数選択する方法は Excel のやり方と同じで、一つの項目を選択後、Shift キーを押しながら別の項目をクリックすることで可能になります。Ctrl キーを押しながらクリックすると、 欲しい項目だけを選択できます。いろいろ項目を選択しましたが、ティックは時刻と終わり値だけでよかったみたいです。また、表示本数を100にしたら、それ以降の行にリアルタイムに株価が表示されていきました。100とは直前の株価が入るみたいです。同様にして、1分速も出してみます。ただし、今度は表示本数を1としてみます。 これで意図したところからリアルタイムに表示されました。 また、セル参照にしたのでコード番号を書き換えれば、そのコードの銘柄が表示されます。次は冷やしのチャートを表示してグラフを作成します。これをやればサンプルのエクセルシートと同じものを作成することができます。 さすがに冷やしの表示本数が1では意味がないので、それなりの数を入力します。まずは、日付、はじめね、高値、ね、安値、ね、終値の株価グラフを作成し、出来高は別途、棒グラフで作成します。 5分速などは日付が Excel に準拠しない時刻形式なので、Excel で株価グラフを作成することができない時がありますが、そういった時は、一旦時刻を準拠した形式にするか、日付形式で書き換えれば作成できます。その後、RSS の時刻に戻すだけです。本日はここまでにします。 ご視聴ありがとうございました。